なんか挨拶考えてください。なんちゃらですみたいな。あ、やりたい。何が何考えてくる。なんかさ、なんかないのかな。なんかないかな。なんかないかな。なんかさ、やろうよ。なんかやりたい。なんかそういうの。どういうのが流行ってるんですか。わかんない。なんだろう。なんかなんか。今日は何をするんですか。今日は梅澤みなみと斉藤飛鳥のチートデーですですみたいな。わはい、せーの、はいはい。大丈夫、見てる人爆笑だと思うんですけど、公開しないでほしい、この YouTube。 今日ははい、梅澤シェフが振る舞っちゃいます。やった。え、もう作りましょう。じゃあもうさ、お腹すいた。ちょっと時間かかるものから作っていきますね。まず、まあ、私たちのチートデイに欠かせないものって言えば何ですか。欠かせないもの、絶対にこれを作るというものです。餃子。正解。そして私たちに欠かせない、これはお芋。はい、つかさん。はい、つかさんの。しかもこれが乗ってるっていうことは、そういうことは焼き芋アイス例の焼き芋アイスが作れたり、まあ、アイスもありますし、うん、なんか食べます？アイスでも食べ、あ、なんか食べないわ。違う、私は頼んだんです。見てください、あすかさんのためにカフェオレベースを。わー、なに？嘘。これが美味しいらしくて、これも取り寄せしてもらったんですけど、そう、初めて見た。じゃあカフェオレベースアスカさん作ってください。私が、うん、私は餃子を作り始めますか。いや、やっぱ最初に一緒に飲みましょう乾杯しましょう。これどういう風に進めたらいいんだろう。牛乳で 3,4 倍に薄めてお飲みください。 3,4 倍、はい、目分量で。こういうのはじゃあストップって言ってくれますか。わかりました。せーの、3位までストップ。ちょっと、まあ、でも声太ちょっと声言ってね、はい、一緒ぐらいでいいんですよ。なに、一緒ぐらい、一緒ぐらい、ストップ、ストップ、ストップ。これどんぐらいだろう。え、でも美味しそう。乾杯。乾杯。じゃあ先輩だからさ、下にしないといけないんですよ。だけどさ、私が手で下げるんだからもっと下げてよ。分かりました。乾杯。そうそうそう、飲みます。いただきます。うまー。なんか美味しい、香ばしい。それがないとね。じゃあ皆様に紹介してください。よくできました。じゃあ今の気分はラムネーズ。じゃあ私ピスタチオ、はい、うわー、見て、女の人が書いてある。いただきます。これ美味しい。え、あ、美味しいわ。アイスなのにめっちゃサクサクなんですけど、うん、うん、やばい、いつも思うけどさ、うん、なんか半分以上食べた後のものでもさ、うん、一口目みたいなリアクションできるよね、梅って。だってずっと美味しいんですもん。変わらない美味しさなんですもん、ね、向いてるよこの仕事気合い入れ。え、こんな感じやばいですか。まあいっか。ボサボサすぎる？ボサボサすぎ？大丈夫大丈夫。私たちのが史上最強餃子。これでもうすぐ種は出来上がります。はい。私の餃子の味付けをじゃあ説明していきます。まずごま油。これ開いてないです。あ、そう、うん、あ、ダメだ、こういう声出した
醤油としっかりも味はつけますね。うん、鶏ガラスープ。うーん、ニンニク。じゃあ餃子のタネ完成しました。餃子包み、あー餃子包むのって大変。まだ1個目ですけど。もう20個もありますけど、誰か手伝いに来てくれないかな。そこのこれさ、生配信してたらさ来てくれてたんじゃない。確かに。ズーとかマラツとかがあの自慢の時みたいに絶対来てくれてました ねみんなで餃子包んで。もう来ちゃった。あ、やってくれる？本当？やってくれるって。本当ですか？シカちゃんが、シカちゃん女子力高めだからいけるって。高め風だもんね。でも餃子をお願いして鍋とバケットやっちゃいますか？準備するか、はい、その間に。あとアボカド切って。じゃあ餃子を種、キムチ、チーズで包んでほしいです。お願いします。すみません。これ絶対美味しくないですか？絶対美味しい。もう少しですよ。はーい。あらー、わー綺麗。わー、めっちゃ美味しそうじゃん。何これ、やばいですね。ご飯チンして餃子屋行けば食べれます。初めてこの焼いていきます。元気やな。もうすぐ食べれると思ったらワクワクしてきました。そりゃよかった。焼いちゃいますね。うい。フライパンで餃子焼くの久々なんですけど、いけるかな。上手にいけるもんかな。このままいっちゃい、いっちゃい。大丈夫？怖い怖い。暑いな。暑いな。もう暑いよ。餃子。焦げてそうなんですけど。焦げてたら笑いません？笑えん。笑えん。笑えんぞ。最後にごま油を垂らして。頑張れ、あなたは力持ちだから。せーの。おー、いいじゃん。すごい。バッチリ。バッチシバッチシ。え、めっちゃいい感じじゃない？いい感じにできました。では今日のメニューを紹介していきたいと思います。はい。こちらがアスカさんです。まずこちらがお取り寄せしたタンシャブですね。でこちらがハラミしゃぶ、そしてこちらが、和牛の生ハムとアボカドのバケット、そしてこちらが私たち特製の餃子です。これはもう本当に美味しい。綺麗に焼けました。食べましょう。では、はい、ではせーの、いただきます。やっほーい。やっほーい。私たちの餃子。大きいです。うん、どうですか？うん、あー倒れちゃった、倒れちゃった。うわ、これはすごいよ。このおかしいおかしいですか？え、すごい。これはじゃあ私はハラミから。じゃあ私はタンで。
タンもハラミも好きですもんね。うん、大好き。うわもう自分のお鍋だから自分の箸でしゃぶしゃぶはできますよ。あ、確かに。そうね。あとご飯もあるし。じゃあ入れるだけ入れちゃう。じゃあまずは出汁から。あ、でも割と火通るの早いです。そりゃしゃぶしゃぶですからね。うわ、もういけます。すぐでしょうよ。ちょっと野菜が。いっちゃいますか。まあ、すぐいけるね。いきますね。いいよ、行って行って。おいしい？うん。タンしゃぶ。タンしゃぶなんて初めてだ。実食。いきます。はい。言葉にならない。ダメだと思う。ダメ。こういう美味しいものをかわいそう、見てる人が。あ、確かに心が痛い。こんな美味しいものを私だけが食べるのって胸が痛い。何よこれ。え、本当ですか。すごい多分今見てる人爆笑だと思うんですけど。もう公開しないでほしいこの YouTube。 ちょっと怖いですね。うん、でもインスタとかでさ、うん、お料理見るけどさ、うん、今撮影用とはいえさ、うん、なんか自分のためにああやって作れるのいいよね。食は一切妥協したくないんですよ。濃いわ。もう真剣に向き合いたいです、食とは。生きていくものなので。うん、何を言ってるんでしょうか。分かんない。だからすごいなんかゆっくり食べるようになりました。すごい、いつまで弁当食べてんのって言われます。前はすっごい早かったのに、最近はいつまで経っても食べてるし、ちゃんと一食一食を大事に食べるようになりました。うん、それはいいね。うん、でもアスカさんもずっと食べるときは食べるけど、こうやって、うんうん、やっぱその分日々調整してるわけじゃないですか。もうずっと変わらないじゃないですか、初期から。変わってるよ、めちゃめちゃ。全く、多分いやいやいや、自分の中での変化なんですよ。うん、周りから見たらこんなにずっとキープできる人ってそういないと思います。そんなことないよ、私もいっぱい太ったし。うん、思春期はニキビもいっぱいできたし。うん、しょうがないよね。でもね、うん、ずっとここで過ごしてるわけですもんね。うん、うますぎる。うまい、止まらないです。これいくらでもいけるわ。うん、だって甘いもんもあるんでしょ。いっぱい、もう挟んだらもういくらでもいけちゃうじゃん。確かに。どうしよう。てぃてぃん、こちらはデザートタイム、ベーグル、アイス、そしてチョコムース、そしてこちらがアスカさんとなっております。こんにちは。こんにちは。おいしいと思うじゃん。あやつを持ってきます。なにやだ、なにこれ、これ私たちといえば。そんな遠くの方から大きい声出して。でぃでぃん、でぃでぃん、なんか来たぞ。焼きまーい、出たじゃーん。わー、なに。私たちのなんかなんか工事中でも言ってたじゃないですか。あ、そうね、確かに。それはこうやって焼き芋にバニラアイスを乗っけて食べます。これじゃああちあちってこと。あちあちではない。あちあちではなさそうです。ですか。はい、では食べましょう。はい、いただきます。ます。何からいく。何からいきましょう。チョコムース食べます。これはめっちゃ気になってた。これお取り寄せじゃなくてテイクアウトできるこれかチョコムースです。おすすめの。やーん、これやばいですよ。いただきます。
ただきます。うわ、なんかねっとり。やばくないですか？どうですか？何してんの本当に、うん、はじめさん、あすかさんですよこれすごい、うん、すごいわ。アイス溶けちゃいますか？そうね、アイス行った方がいいかもね。うわ、これやったことあります？できますか？できないわけないだろうと。私アイス屋さんでバイトしてたから。おお、めっちゃ嘘。初情報でございます。中学で乃木坂。本当ですよ。大嘘つきですよそれは。あ、バイトしてたから。さすがです。みたいな。うわちょっとやめてよ。真似しないでください。やめて。言うこと真似しないでください。同じレベルだと思う。うわ、ひどい。ひどいひどいひどいよ。ひどい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 。やば、めっちゃつまんな。つまんなすぎ。我ら流の溶けます。めっちゃ溶けてるんだけど。アイス屋さんでバイトしておりました斉藤飛鳥選手。あの歌うさ、アイスあるじゃん。歌ってアイス作ってて、あれでバイトしてた。なんたらかんたら、そう、なんかカチャカチャしてなんたら、はい、せーの、はいはい大丈夫？なんか掛け声求められませんあるある、そういう一緒にみたいなやつですよね。そうそうそう。じゃあ私は飛鳥さんのやってあげますよ怒ってる怒ってる怒ってる頑張れもうちょっと。来た。あ、おお、めっちゃ綺麗。ほら、え、すごい映えてますよ。あ、なんか自分だけちょっとおっと、食いしん坊アスカさん。違う違う、ちゃんと整えるからこの後に。お、良さそうですか？なんでいけんじゃないの？来た来た来た。よしよしよし、これは自分のなんで。こちらが私たちの焼きうまいしです。いただきます。いただきましょう。まあ、アスカさんといえば芋みたいな言われません？私さ、最近めちゃめちゃさ、はい、欲しい芋、はい、もらうの。え、差し入れ？芋だと思われてるじゃないですか。え、なんか聞こえた。ごぼうに言われたかないんだよ。なんで知ってるんですか、ごぼうだってこと。いただきます。これ最高ですね。はい、アスカさんが乗せてくれたバニラアイスだから1億倍美味しいです。あんたいつからそんなこといじるようになったの？ん？そんないじり方いつからするようになったの？ん？それやめて、私がよくやるやつ。聞こえないふりして。マネです。質問いつもするようにするやつ。マネです。お酒みたいな匂いがするんですけど、うん、気のせいかな。ちょっとかじってみます。難しいね、確かに。ん、うん、マロンです。マロン、うん、やっぱマロンなんだ。うんうんうん、口が甘々。頑張ってください、そんな迷わないで。いや、なんか見られてると思うと。じゃあもう一個カメラ増やしてあげます。やめてやめて。うんうんうん、マロンですよね、違うかな。うん、マロン、マロンですよね。甘いね、こっちの方が、うん、甘い。あんま全部甘い。甘いに甘いに甘い絶対これも甘いですよね。絶対甘いよ。なんでそうやって嫌だみたいに言うんですか絶対甘いよこいつみたいな、そういう言い方じゃないです
でもやっぱりほら一味違う。ちょっと一回水飲む時ぐらい静かにしてよ。笑っちゃうんだから。なんで静かにしなきゃいけないんですか。そんな決まりありますっけ。生意気だな。生意気だな。クリクリときまして次は。いちご？ストロベリー。ちょっとこの子すごい難しそうですね。いただきます。いただきます。ちょっとやばい。ちょっとうるさい自分。今多分間違えてたよ。ちょっと待って。なんか。ちょっとどっか行ってました。間違えてた。変な人が出てきた。梅沢じゃなくて。危なかった今の。うん。食べた？食べました。ということで、私たちのチートデイ。普段だったらここからまたウーバーイーツして、うんうんうん、でアイス食べて、うん、また今度はなんかまたしょっぱいの食べて。しょっぱいは絶対いてたもんね。絶対入ります。これがこう何ターンか続くので。うん、まあこんな感じでたくさん食べました。皆様どんな感想を。はい、こういうところでございます。なんかね、乗っちゃった乗っちゃった。キャッチ、せーの、はい。ショック。なんでですか。それはあなたのせいで主張を持ってしまいました。いちごムースを落としてしまったアスカさんですけど。危ねえ。最後の最後に。危ないじゃない、もう落としてるんですけども。でも自分の手だから。そうです、食べれる。はい、これ全部食べて帰るんでしょ。そうです、まだまだ私たちのこれしばらく食べてから終わりにしますか。違う、仕事に向かいます。向かいます。ということでチャンネル登録お願いします。分かんない、言って言って、それなんか恥ずかしいから言って。チャンネル、はい、一言ずつ分かんないから言って。せーの。前来てください。起きて。せチャンネル。せーの。ちゃん、私も初めて言います。これちなみに。ソウルキャンプの時言わなかったので、でもなんか言った方がいいみたいです。あ、そうなんだ。アスカさんが言った方がいい。なんかだって分かんない。ちょっと言ってみましょう。だから私も言って。先言って。じゃあ先言いますよ。先言ってって言いますからね。その後言うってことですよ。先言って。チャンネル登録お願いします。吹っ切れた吹っ切れた。バイバイ。チャンネル。チャンネル。